このメム、うっ、あ、い、うい。はい、お尻フリフリ、腰に手を当て、みんなおいでよ、わんぱくフリッター、ワールドフリッパー実況やっていきたいと思います。長い。ちょっとあれが、タイトルが長いんで、もうちょっと考えます。で、ですね、第1章の1話を、あ、1話か。第1章の1話をクリアした後、ちょっとログインボーナスだけもらってしばらくやってませんでした。で、ですね、まず石が溜まってるので、これですね、崩壊攻略ピックアップガチャ。明日まで。今が今日15日になって、締め切りの16日、明日までですね。これを10回引いてみたいと思います。1回だけか、引けるの。1回だけか。じゃあ1回だけ10連やってみたいと思います。ガチャを引く。さあ、腰に手を当て、お尻フリフリ、ワールドフリッパー。行ってみましょう。もちろん、誰だ。用心棒メイド、マリアンネ。これより派遣任務を遂行する。命令を、ご主人様。そうですか、命令ですか。そうだな。まあ、その辺は後で考えよう。用心棒って。ドカンと一発、ドロンボー、違う。なんだっけ。ダメだ。思い出せない。まあいいや。あたいはラッピー、水兵だよ。明けの刃っていう、昭和の海賊を探してるんだ。ねえ、ほんと知らない？昭和の海賊は知らないけど、なんだ、ワンピース探してる海賊だったら知ってる。森の子、なんだっけ、なんかネタを言おうとしたんだけど、なんだ、森の子なんちゃらーって言おうとしたんだけど、わかんない、思い出せない。あ、こいつ出てんのか。どうした。紹介文が出ないっていうことは、こいつも、もうすでに来てるっていうことですね。あ、さっき、同じ人、いきなり2回出たよ。3回目かも。お前たち楽しそう。お前たちの巣連れて行け。いやー、ちょっと蜂蜜か。蜂蜜は捨てがたいな。あー、こいつも出てた。メイド2人目ですね。2人、今2人いんのかな。まあいいや。臆病獣戦士。あ、こいつもいいのか。っていうか、これ、10連の最後やると、ああいう演出が出てくるのか。あれ、なんだろうな。なんか当たりの演出とかあんのかな。新キャラが4人。で、星4が2人。あ、じゃあ5人か。新キャラが5人だ。とはいえ、これは、ちょっとなーっていう感じ。で、このまま、リリースガチャは、あれか。別に、変わりはないんで。そうだな、このまま装備ガチャっていうのをやってみようか。装備ガチャまだやってないので、これを一回引いてみましょう。10連でいきます。あ、シュッとか言ってて。
無償正当席を、750使用してガチャ10回を引きますか引きませんか、引くに決まってんのさ。はい、探索開始。お、なんか木に変化したぞ。星音イルウィン、光特性キャラの攻撃力が 7.50% アップ。ムーンパタ、火属性キャラのスキルダメージプラス 10%。 赤鬼のコテ、自身が雷属性のキャラであるとき、自身の攻撃へダウンをさせやすさ、プラス 375%。 あー、意外と高いですね。でも星4。マジック剣、パワーフリップダメージプラス 10%。コンバットボウ、パーティー全体の浮遊効果、効果時間プラス 10%。 ホーリーロード、自身のスキルダメージプラス 30%。 ラピスバックラー、ダイノバックラーじゃないよっつって、自身の、全体、全属性耐性プラス 5%。 あ、これちょっといいんじゃないか。でも星3だからな。クーゼフィーバーモードの、時間、6%。 ドラググラブ、自身の HP プラス、6.50%。 HP 強化系はまあいいんじゃないかな。つばき弓かな。自身が、風属性キャラであるとき、自身の、攻撃力プラス 20%。というわけで、お、ミッションが達成されたけど、ここでも星5、10連で星5はなかなか出ませんね。じゃあまた、星が溜まったらガチャやっていきたいと思います。そして、装備とかはまあ、後々でいいかな。今のところちょっとクエスト進めましょう。さあ、クエスト、精霊の楽園第1章、ステージ2やっていきたいと思います。はい、キノコって、前回ですね、なんかなんかキノコを見つけて、ヒロインが追っていったので、ステラが追っていったので、その、キノコを追いかけて、第2ステージへ突入したいと思います。さあ、パーティー編成。あ、そうか、パーティー編成で武器編成ができるのか。はっ。どうしようか。じゃあせっかくなんで、なんか、俺、属性なんだっけ？まあいいや、見てなかった。キョンバットボウ。光属性？まあいいや、光属性、装備していこう。属性ちゃんと見とかないと。火属性か。じゃあ意味ねえや。スキルダメージがアップ、フィーバー全体性でいっか。これがちょうどいいんじゃないかな。あれ、風属性でしょ、さっきの人って。この子、ミノさんは雷属性だと思います。さあ、それでは挑戦していきましょう。ステージ2。敵を20体倒せ。ここ。おっと、なんか、調子がいいぞ。ちょっとなんか喋るの忘れてた。おりゃおりゃ、で、目指しました。やったぜ。ボスなのか、これ。あ、しまった。ちょっと相撲死んだから仕方ない。いた。あ、終わっちゃった。コンボやる前に終わっちゃった。ステージクリア、ミッション達成っつってね。
やったぜ。報酬アイテム、まあなかなかですね。お、なかなか、星がたまりましたね。キノコって次の日程地へ行きましょう。とりあえずね、先に進めないと、他のモードがオープンしないで、まだまだ最初ですからね。いいぞ、暴れろ、暴れろ。暴れ、暴れ、暴れまくれ、ゲッタン。ゲッタンとかね。暴れた数だけ強くなれる。いけ。ゾーン突入。え？でっかいボスが来たぞ、つって。あー、なかなか上にいかん。あー、しまった。場所が。あ、いいのか。そう、悪いやつを懲らしめたんだぜ。よかったね。はい。お、レベルアップ。いいですね。報酬もなかなか。さあ、ステージ2クリアしていたしました。ステージ3。ステージ2はあれか。バトルオンリーのステージかな。ここでストーリーが、あ、ストーリー来ましたね。やっぱね、ストーリーがないとね、始まんないっすよね。キノコさんが見つかりません。待つんだステラ、一人で飛び出してはいけない。いけない、上から来るぞ、気をつけろ、みたいな感じかな。それにしても、あのキノコにも君は近づかない方がいい。あの手合いは毒を持つことも、そうですね、毒キノコって多いですからね。しかし、キノコさんは助けを求めているようです、ようでした。ということは何かい？言葉では、言葉が通じないから、この行動で、こっち来て、こっち来てっていうことでしたかね。また、言語を使う様子もありましたし、コミュニケーションは可能かと、使えるんかい。しかし、あれは魔物だぞ。いや、あの異様を見ただろう。いやー、姿形がどうだとしても、いきなり敵って決めつけるのは良くないんじゃないかなって思います。ライトさんも魔物ですか？な、私は人間だぞ。私は人間だ。なんだっけ？あ、僕は人間だ。アマゾン、違うわ。え、そうなの？なんか謎の動物の偉い人なのかと思ってた。まあ大体そんな感じだよね。私を人間だとも思わずにここまで来ていたのか？それは人間だって名乗ってないん。ならば、なぜこんな私を勇者と？チャルアー！なんちゅう鳴き声やねん。逃げる、キノ。あ、なるほど。この子を守ってたっていうことですね。ノープ、ノープ、ノープ。何その、何そのこの言い難いこのなんか突っ込みしづらい叫びっていうか泣き声っていうか。ヌオープって何や？つえ。あの子をかばってるんだ。あのこのぐるぐるしてるこのあのキノコのこのぐるぐるしてるのいいですね。このこういうドットアクション、ドットアニメーションいいですね。私たちが助ける。歩く。うん、分かってるって。ドッキング。ドッキングセンサーっつってね。さて、水仙属性が水属性。視界報酬、お、武器報酬がありますね。パーティーは、なんか水属性がいいって言ったのに、じゃあ属性変えていきましょうか。
どうやって変えるんだっけ。あ、違うわ。パーティー編成、あ、これか。ではですね、水属性を変えていきましょう。水属性、こっちにいますね。で、あ、そうですね。最初に出てきた、ウンディーネさん。で、武器の方ですね。水属性武器が、ないので、冬子、装備してんのか。え？装備してねえじゃん。冬子かアリーノ。で、パワーフリッパーでアリーノ。これでいきましょう。さあ、それでは、第1章 3-2、水戦属性が水というわけで挑戦していきましょう。ダッシュを使うと弱点に当てやすいっつってね。さあ、これ最初の、この、最初の一投が肝心。くそ。まだ落ちてくんな。そうそうそう。そうやってコンボをつなげて。やったで。この真ん中にこう行くといいのか。おりゃーってね。ボス、ひかまいたち。おお、結構来た。お、弱点ブレイクって言ってね。お、なかなかのフィーが来たぞ。やったぜって。しまった。なかなかコンボがこう増えないね。はい、やりました。レベルが2人、2個上がったくらいか。あ、ここで武器の紹介があるんですね。装備するとキャラの能力が上がったり、すでに持っている武器を入手するとスタックが増えます。スタックした装備を使って同じ名前の武器を、装備を覚醒できます。合成できるっていうことね。どうしようかな。あっさり行ったから、まあ、ステージ4まで行っちゃいましょう。で、ステージ4、お、なんかボスっぽいのがいますね。これで最後だ。チャルワー、君、怪我は？ダメだ、君たちは見ない方がいい。そんな、間に合わなかったの？すまない、私に力があればこんなことはと見せかけて。うなごった、うなごった。恩もえ出て光合成しなさいっつってね。なんだ、何を言っている。水が欲しいようです。あ、水かよ。光合成じゃないのか。あ、まあ、あ、そうか。水なら汲んだのがあるけど。光と水ですね。はあ、はあ、生き返った。なんと、嘘。彼女も植物だったようですね。チャルア復活した。ああ、チャルアって名前だったのね。チャルアとキノ助けてくれた。ああ、後ろの二人が。びっくり。言葉使える人間。そうだな。人間だ。いや、この姿は仮のもので。
大丈夫ですか？ジャルアさんに、キノさんですね。もう体は平気なのですか？うん。ジャルア、平気、治った。平気、治った。に聞こえる。一瞬見えてしまったね。何の兵器が治ったのかっつってね。お礼申し上げます、初中お見舞い申し上げますみたいな感じで言われてもね。どういたしまして。精霊なのか。伏せろキノ君。ちょっとこっち、ちょっと次のタップがちょっと怖いような。キノ君、避けて。おー、セーフ。おのれ、上から来るぞ、気をつけろ、気をつけろ、つって。あ、上から来るぞ、上から来るぞ、気をつけろ、つってね。ごめん、もうそういうこと言わないから。何こいつ。さっきですね、これやる前に、そうだ。仮面ライダーダブル、の続編の、フート探偵の7巻を見たばかりでしてね、オールドーパントですね。違います。はい。気をつけろ、魔術を使うぞ。めたくそ本読んでるや。めたくそ本読んでる。しかもオールドーパントの、使用者がですね、あれ、塾の先生っていうことでですね、なかなか被ってるんじゃないですかね。アリス。いや、そうじゃなくて、ですね、またこの編成の仕方を忘れるってね。相手は非属性というわけで、非属性を、に変えていきましょう。で、ちょうどいいのがいますね。ちょうど2人。で、武器増えたのがこれかな。古びた探検。自身が攻撃力アップ、攻撃力アップ効果中、自身の攻撃力、17.50 倍。あ、50%。倍じゃねえ。無名の探検。あ、無名の、え？無名の探検？長剣か。5回敵を撃破するために自身の攻撃力プラス 4%。じゃあ5回ずつ攻撃する、倒すと、4% ずつ上がっていく。あ、最大 20% って書いてあるわ。で、これが氷。あ、これは持ってるね。非属性、同じ装備です。固定。非属性なかったっけ？あ、あった。ムーンパターで、こっちをどうしよっかな。じゃあちょっとこっちのあれか、手に入れたやつ装備していってみましょうか。いやー、いっか、冬属性のやつで。じゃあ、この火属性パーティーで行ってみましょう。挑戦する。ビエ・ソラス。ビエ・ビエーみたいな感じ。お、うわ、突風、疾風、烈風、突風って言ってね。おー、よいしょ。あー、コンボが終わっちまうって言ってね。いけ。あ、ダメだ。あ、いいのか。やったやった。はい、ステージクリア。飛翔する影をクリアって言ってね。ランクアップ、スタミナも回復。みんななかなか
いい経験値を、いい経験値を取れたのではないでしょうか。あれ、なんだ、なんか変な視点に入れたね。オートプレイが解放されました。クエスト挑戦時にオンオフを、切り替えできます。オートプレイではフリッパーの操作や、スキルの使用が自動で行われます。ボスバトルに参加できるようになりました。他のプレイヤーと一緒に強力なボスと戦います。ここでしか入らない、報酬を目指しましょう。ホームのボスバトルボタンから遊べます。他のプレイヤーと一緒に強力なボスに挑戦できます。一人で遊ぶこともできます。戦えるボスはストーリーを進めることで増えていきます。というわけでですね、なんだ、レイドバトルか。あれが増えましたね。ダメ、ポジート、友達。え、こいつ友達なの？正気を失っていたのか。あー、あれですね。なんだ。ガイアメモリーの使いすぎですね。違う。怖いのが来たせい。怖いのが来て、森のみんなもおかしくなってる。ここは悪意に満ちている。早々に離れた方がいいな。チャルは安全な場所を知ってる。ついてくる。あ、お前は何もセリフないんかい。あんだけヌープヌープとか言ってたのに、こう、セリフ画面出てこないのかい。大丈夫だ。行こう。私も信じるよ。おいしい。おいしいよ、このキノコ。めたくそキノコばっかりだ。パルティークラー？こいつ、まさかトム食い？昨日、とっておきだ。偉いだろ。って言ってる。うむ。しかし、君を前にして食べるのは妙な気分になるな。いや、これはすごいよ。デジルとしても使えるかも。ね、一応キノコ、まあ、いろいろ、まあ、見極めれば、用途がある食材ですからね。チャルは楽しい。みんな言葉使う。レシタールと同じ。レシタール、君と同じ精霊か？レシタール、精霊違うよ。レシタール、森人、チャルアたちに、言葉と名前くれた。あれですね。先生みたいな人ですね。チャルア、レシタール、好き。そうか。もはやどこにも人などいないのではないかと思ったが、これで一安心だな。でも、レシタール、いなくなった。さっきのフクロウが暴走していたから、そのレシタールって人も、まあ何かしらの影響を受けてるのかもしれませんね。森が怖くなったのを調べるって、世界中行って帰ってこない。チャルアとキノア、レシタール探す、世界中行く。レシタールさんに会うことは、私たちにとっても有益と思われます。また、世界中と呼ばれる場所は、目的地の、なんだっけ、樹木。あ、いや、目的地と、同一のものです。合理的に考えても、これは。分かっているよ、ステラ。私もそのつもりだ。あー、なんだ。昔はちょっと感じ強いなとか思ってたんだけど、ダメだな。うん、一緒に行こうよ。多分あんま文章を読まなくなったからかな。みんな行く。チャルは嬉しい。このチャルは嬉しいだけのセリフじゃなくて、もうここ全部、喋ってくれれば、ちょっとは楽だったのにな。それなら良かったです。
ステラ、君はあの町で、私を待っていたらしいな。君は勇者の巫女なのか？勇者の巫女？勇者伝説の中に登場する導きをもたらすとされる、乙女だ。歴史上幾度も現れた勇者とは異なり、その、記述は少ない。私も今では存在を疑っていたが、私はステラ。喋った？これ。わかんない。私はステラ。星を見て勇者を待つ。わかるのはそれだけです。ですが、私はワールドフリッパーを正常に使うこともできませんでした。そうですね。もう、ワールドフリッパーはわんぱくに動きましたからね。おそらく、私は壊れているのでしょう。あなたが壊れてるんですか？ワールドフリッパーが壊れてるんじゃないですか？ワールドフリッパーをちょっと疑ってくださいよ。ステラ、どこも壊れてないよ。チャルは知ってる。ステラ、優しい。好き。チャルは木の友達になる。了解？友達？ハテナつけてるけど、そこにいる、彼は友達とかそういう概念ではないのか。家族って概念なのかい？わーっ友達、やだ？いえ、その。はい。了解です。よろしくお願いします、チャルアさん。わー。見てよ、ドット絵でもわかる、この、喜びっぷり。あらー。素直で不器用な子だ。君の言う通りだな、歩く。覚えていないならいいさ。そういう、なんだ。そういうなんか、いいことをさらっと言える、もう自然に口から出てくる感じの子なんですね。このアルクは。よろしくな。世界中には明日にも着くだろう。よろしく頼むよ。うん。うん、了解。で、キノコは、なんか、死んでるような感じだな。てか滝、キノコ、放置しすぎだね。あ、あれも食うのか。まあいいや。さあ、ステージ4クリアいたしました。これから世界中に向かうのですが、世界中では一体何が待っているのでしょうか。時間もいいところなんで、今回はこの辺で終了したいと思います。それではまた次回、バイバイ。いやー、ゲームって本当にいいもんですね。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。